おはようございます。今回は金沢に行こうと思います。ちょっと長旅になるんでね、休憩を挟みながら行ってみたいと思います。では行ってきます。入りました。今3月上旬なんですけど、まだまだ雪が見えますかね。雪山がすごいいいね。異空間だよ。まあ、今トイレ休憩をしてね、ちょっと休もうかなって思ってるんですけど、道の駅新井っていう道の駅があるらしいんで、ちょっと中入ってみようと思います。お土産がいっぱい売ってます。すごいね、草だんご、味が草だんごですね。威嚇しください。威嚇しに立つ。はい、600円になります。ペイペイでいいですか？はい。イカ買ってみました。つやつややん。食べていい？うん。ビール飲みて。あなたは運転ですか？食べる。うん、冷たい。冷たい。お疲れ様でした。やっと目的地に着きます。市場着きました。防衛庁か。近江町
ついに兼六園着きました。すごい緑、空気が澄んでる兼六園です。入場料はこんな感じになります。観光名所っていう、絶対金沢に行ったら